にちは、フラワーディスショーです。今日は緊急に動画を撮ってます。緊急っていうのがちょっとびっくりしたことがあって緊急に動画を撮ってるんですけれども、僕は結婚式場の仕事からはだいぶもう遠ざかってます。ブーケとかはね、皆さんの前よく作ってますよね。ああいうブーケとかはよく作るんですけれども、結婚式場の装飾とかの仕事はね、もうね、もうホテルのリベートがどんどんこう高くなっていって、お客さんに本当申し訳なくなって全部やめました。で、なんか最近ね、その結婚式場の事情というのは全く僕はこう気にしてはいなかったんですけれども、最近なんかブーケの、ね、こう持ち込みっていうのはよく聞かないなっていう話、聞かないなと思ったんですよ。でちょっと調べてみたら、なんか結構もうそのホテルの方も持ち込み禁止令というか持ち込み禁止対策として、最初にこうパッケージで例えば3万円分とか5万円分とかブーケの料金が入ってますよみたいな感じにして、で持ち込んできたそれがなんか例えば5万円が0円になっちゃうみたいな、そういうこうからくりというか、なんだろう、からくりっていうかイカ様みたいな感じなんですけどを作ってますね。なので、まあ申し込む人がだいぶこう減って、ホテルでバカ高い料金って、実はバカ高い料金を支払ってるんだけど、パッケージの中に入ってるってことでみんな安くとかタダでとか作れてると思っちゃってる人多いんですけれども、まあタダでってことはないけど、このパッケージの中でできてると思ってる人多いんですけれども、実はパッケージの中に入ってませんからね。そういうふうに見えてる、お金のマジックで見えてるだけなんで、まあそこは本当に注意してください。で、まあ今回ね、まあそういう事情もあり、僕がいつも作るこのハンドタイトブーケって、手の中で作る、手で作るこうブーケあるじゃないですか。あれを皆さんに、例えばフラワー TV を見てるね、視聴者の方でも、これから結婚する方もいらっしゃるかもしれないし、はたまた息子さんとか娘さんがね、ご結婚される方もいらっしゃるかもしれないし、お孫さんが結婚する方もいらっしゃるかもしれないじゃないですか。なのでこう色、例えば白とかピンク系とか黄色オレンジ系とか、そういう色指定だけは受けて、飾り指定はなしで、金額を一律、まあ、あとラウンドブーケね、ラウンドブーケそのまんまじゃなくて、ちょっとこう変形したような感じのはいいんですけれども、金額一律1万円で作りますよ。もうそうしたらホテルのこう持ち込みよりははるかに、こう持ち込みっていうかホテルのパッケージよりははるかに安くなるじゃないですか。だからまあそれをね、こうおじゃんっていうか、こうなしにしちゃってもすごくこう格安にできると思うんで、ぜひなんかこういつもフラワー TV を見てる方たちも、あの詐欺にあったら嫌だなと思って、ちょっと作りこういうことをしてみようと思いました。で、注文の仕方なんですけれども、まあ一応細かいっていうか、この飾りのやり取りとかはメールでしましょう。で、まあその振り込み先については後でそのメールでね、お知らせしようと思います。ここにお知らせしようと思います。なので、まずはこのブーケを作ってほしいって人は、まあ結婚式に限らなくてもいいです。ブーケを作ってほしいっていう人は、こちらのメールに、メールアドレスにメールください。これからね、結婚式がオンシーズンになりますから、ぜひお早めにどうぞ。という動画でした。なんかね、ちょっと聞いたらびっくりしたんで、なんかこう救済措置はないかなと思って思いました。なのでぜひどうぞ、フラワー TV の視聴者の方にもね、僕がお花のことだけはこう
してあげることができるんで、ぜひ言ってください。ではまたお会いしましょう。次はアレンジ作ったり花束作ったりまたトークかもしれないですけどね、しますよ。 See you next time.